はい、こんにちは。解けと。次数回と。で、これはまあ、とりあえず、この8の X 乗とか27の X 乗、12の X 乗、18の X 乗と、これも2の X 乗と3の X 乗からできた数ですね。なんで、まず8の X 乗ってのは2の3乗の X 乗。これは2の X 乗の3乗って書き換えますよね。で、同じく27の X 乗は3の X 乗の3乗。で、12の X 乗っていうのは2の2乗かけ3の X 乗なんで、これも2の X 乗の2乗かけ3の X 乗っていう2。で、まあ、同じく18も、2かけ3の2乗の X 乗なんで、2の X 乗かけ3の X 乗の2乗っていうふうに、まあ、2の X 乗と3の X 乗、これらをそれぞれ、なんか文字で置いてあげれば、ラージ X、3の X 乗を、ラージ Y とでも置いてあげれば、結局、上の式は、X の3乗プラス、y の3乗分の、ラージ xy の2乗足す x の、あ、こっちが、すみません、こっちですね。足す xy の2乗と、が6分の7と。で、上は因数分解できて、x プラス y、括弧 x 2乗マイナス xy プラス y の2乗。で、下も xy でくくれて、x プラス y が6分の7で、まあもちろんこれそもそも0じゃいけないし、0にもならないんで、約分できると。そしたら、あとは足す気にかけて、6x 2乗マイナス 6xy プラス 6y の2乗が 7xy ってことは、6x 2乗マイナス 13xy プラス 6y の2乗が0と。いや、そしたらこれ、まあ、因数分解できますよね。2、3。で、これもう絶対ここには2は6来ない。因数分解できるとするならば、もう3、2で、2人が4とサザンが9で、両方マイナスで OK ってことは、2x マイナス 3y と 3x マイナス 2y が0と。じゃあ、そしたら 2x イコール 3y または 3x イコール 2y と。じゃあ元に戻して 2x っていうのは2×2 の x 乗だから2の x 足す1乗が 3×3 の x 乗だから3の x プラス1乗と。で、これはもう定が違って指数同じでイコールになるのはもう x プラス1イコール0しかないんですよね。なんで x イコールマイナス1。じゃあこっちはっていうと3×2 の x 乗が、2×3 の x 乗。これ両辺、6で割っちゃうと、見やすいですかね。6で割ると。そうすると、3が消えて2、2が消えて3。そうすると、2の x 乗割る2っていうのは、2の x マイナス1乗ですね。が、こっちは3の x マイナス1乗。やっぱり、x マイナス1が0になるしかないんで、x は1ということで、答えは x イコールプラスマイナス1ということになります。と。では以上です。ありがとうございました。おかげさまで、本第1弾、第2弾、第3弾、すべて10版出題ありがとうございます。で、この第2弾のブルーバックスの大学入試数学100選の、構成を手伝ってくださったのが、私の動画のコメント欄に、回答を寄せてくださっていた、PC 三太郎さんという方が、動画の回答、解説を丁寧に PDF にまとめてくださったものをノートで、第1弾200選を発売したところ、好評につき、第2弾の、50選も発売しております。そちらはノートなんで、電子の特徴として、ワンクリックで解説、動画にも飛べて、非常に使いやすくなっているので、ぜひそちらも概要欄から購入よろしくお願いします。